林俊夫は、は、日本の俳優、歌舞伎役者である。本名同じ。第二次世界大戦で戦死した。1915年5月14日、大阪府大阪市南区、玉野屋の町に生まれる。祖父が、初代中村元次郎、父が二代目、林又一郎、叔父が二代目、中村元次郎という歌舞伎一家に生まれた。1921年、数え年7歳にして、 大阪、中座で、初舞台を踏む。作品は、菅原伝授手習い家に四段目、寺子屋、勘定賞の子、勘集祭役であった。以来、元次郎一座で、歌舞伎役者として活動する。役者としての活動の傍ら、旧姓、何和中学校に進学、同校を卒業した後、満十八歳を迎える1933年、京都の末、 竹下鴨撮影所に入社する。同年11月1日に公開された冬島泰造、監督のサウンド版、ウィジンで映画界にデビューした。同作は、白虎隊を主題にし、新スター林俊夫をプロモーションする意図のあった作品で、同社は、林長次郎、坂東幸太郎、高田光吉といったスターを揃えて、敏夫のウィジンを飾った。 翌1934年3月8日に公開された同監督の野州本能寺に林長次郎を演じる明智光秀に助演して森蘭丸を演じた。1937年10月1日に公開された秋山耕作監督のモロコ襲来的国幸福を最後に映画界を去り舞台に復帰した。万26歳になる1941年。 同年に、松、竹下鴨撮影所を退社した、同い年の女優の北見玲子と、結婚、1942年2月14日には、長男の与一が誕生した。1944年、招集を受けて、出生、1945年8月13日、北満州で戦死した、満30歳没。戦死の2日後に、第二次世界大戦は終結し、 妻の北見玲子は戦後映画界に復帰、長男の余市は1957年に初舞台を踏んだ。特筆以外全てクレジットは出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。特筆以外すべて制作は、松竹下鴨撮影所、配給は、松竹キネマ、特筆以外はトーキーである。ありがとうございます。